シャイニングカウントダウンライブ。マイガール&マイボーイ、今日は来てくれてありがとう。プリティ長男こと寿恵二です。年の瀬だからっておとなしくしてちゃ面白くねえ。はじけていこうぜ。わあ、いいお返事ですね。またこうして皆さんにお会いできて嬉しいです。今日も最後までよろしくお願いします。まるで夢みたいに楽しいスペシャルな時間を一緒に過ごそうね。一年の締めくくりにふさわしいライブにするよ。季節は冬だけど、歌でもっともっと熱くなろう。俺たちについてきて。よっしゃ、その調子で盛り上がっていくぜ。お前ら準備はいいか。最初は一番手にぴったりなこの曲。あなたに捧げる愛の歌を今宵再び奏でます。私の瞳を見て、マイプリンセス。あなたの声を聞くたび、私の胸は甘い喜びを感じます。永遠に続く夢のような時間を共に過ごしましょう。お前の心は今も俺と共にあると信じている。燃え盛る炎のように、いつまでも冷めない熱を歌おう。私の心はあの真夏の夜からあなたに奪われたまま。ああ、まだ足りません。強く私を求めてほしい。君を思う心が狂おしいほどに燃えている。たとえ叶わない夢でも、せめて僕たちの歌声を心に刻みつけて。ナイトドリーム。この空気の中で出てくのって超緊張する。むしゃぶるいっつうのかな。そうですか。僕は翔ちゃんと歌えると思うと嬉しくて張り切ってます。夏樹、まあ俺もそうだけど、次の歌は特に俺たちのコンビネーションが重要だもんな。はい、二人で最高にキラッキラなステージにしようね、翔ちゃん。よう。ってわけで、俺と夏樹の曲が始まるぜ。ステージの端から端まで走っていくからな。皆さんも僕たちと一緒に歌いましょう。可愛い笑顔をたくさん見せてくださいね。ゴーゴージェットコースター。皆さんにお願いがあります。私のデュエット相手を一緒に呼んでくれますか。せーの、カミュー来てください。
そんなに大声で呼ばずとも、すぐそばに控えていましたよ。お嬢様方をお待たせするわけにはいきませんからね。リハーサルの時よりも早いです。神もこの曲を歌うのを楽しみにしていたということですね。セシル、なぜそうなるのです？私もそうだからです。早く歌いたい。太陽のように暖かな希望あふれる光を皆さんに届けたいという気持ちでいっぱいです。ならば私は北風のように冷たくも美しい誓いを歌に乗せるまで共にコンチェルトを響かせましょう。ノースウィンド&サンシャイン。今こそ以前話した計画を実行すべき時ではないか。前半の MC は俺が担当し、後半では神宮寺、お前が話すのはどうだ？いつもそう言いながら結局こうやって話しちゃうんだよね。 MC の時間は短いから少しでもレディーと話したいしね。そうだな。ファンの皆を前にすると胸が熱くなり、自然と言葉が溢れ出すのだ。言うね。ま、レディの心を震わせる愛の言葉ならお前に負ける気はしないけどね、ひじりかは。そう何でも勝負にするなと言っただろう。しかしこの曲を歌うのなら競い合う気持ちも必要不可欠か。お前には負けない。そういうこと。一度きりのこの瞬間、レディのハートを俺たちの愛で埋め尽くしてあげる。ダブルウィッシュ。いよいよ俺たちの番だね、トキア。もう早くみんなに聞いてもらいたくてうずうずしてるよ。ほら、あそこのダンスとか、あのパートとか。こら、オトヤ。先走りすぎです。始まる前に説明しても伝わりませんよ。あ、そうだよね。ついワクワクしちゃって。俺とトキアで心を一つにして最高の歌を届けよう。ええ、もっともそんな様子ではあなたが私について来られるのか少し心配ですが。できるよ、当たり前だろ。俺はトキアのライバルだからね。お前こそ俺にちゃんとついて来られる？それこそ愚問ですね。さあ、皆さんに委ねましょう。今夜の駆け引き、赤と黒、どちらを選ぶのかを。ルーレット。この二人だけで MC って難しいね。すぐには話すことが思いつかない。言いたいことは全部歌に詰まってるからな。あえて言葉で語ることと言ったらハートで感じてくれってことくらいか。ランマル、いつもそれじゃない？ま、この曲に関しては僕も同感だけど。ったく素直じゃねえな。当然初めて聞くやつもいるだろうが、いつもと違うデュエットならではの仕上がりになってるぜ。
一度聞いたことのある人も、また違う感情を呼び起こされると思う。僕たちもそのつもりで歌うから。俺たちのらしさを込めた歌、受け取ってくれ。春花。新鮮な組み合わせが続きますが、いかがですか、レイジ。歌う前に伝えておきたいことはありますか。ランランもアイアイもかっこいいこと言ってたね。でも僕とミュウちゃんもチームワークバッチリだからね。次の曲は僕たちの個性の違いから生まれるハーモニーを楽しんでほしいな。違うなりに息ぴったりだから。そう主張せずとも、その点に関しては歌を聴いていただければお嬢様方にもお分かりいただけると思いますよ。燃えるような思いが込められた魅惑の調べ、忘れられないひとときとなるでしょう。マイガールのハートは僕たちが奪うよ。禁断の果実を君にあげる。キラーキス。アンコールありがとう。やっぱり年が明ける瞬間も一緒じゃないと嫌だよね。ステージ裏まで声が届いてたぜ。まだ元気が有り余ってるってやつが多いみてえだな。ありがとな。みんなの声が僕たちを突き動かすんだ。愛を歌で届けたい。どんな時も君のそばにいたいって。くしくも次の曲は今の我々の心境をそのまま表したかのような曲ですね。来年もその先もあなたの隣にいられることを願って。 You are my life。皆さん、アンコールありがとうございます。僕たちスターリッシュも7人全員でステージに戻ってきましたよ。うわ、みんなすごいよ。俺たちもみんなに負けないくらいもっと声出していくからね。みんなの声のおかげでより一層記憶に残る一夜となった、礼を言う。さて、新年を迎える心の準備はできているか。私たちと節目の時を過ごすことを選んでくれてありがとうございます。また声を重ねてくれますか。会場の外は寒いかもしれないけど、ここは今世界一暑い場所だよね。みんなの熱を肌で感じられるよ。思い出だけじゃねえ、今を共有できるって本当にすげえことなんだよな。改めて実感するぜ。皆さんと迎える新しい夜明けにミューズの加護がありますように。次が今年最後の一曲です。心からの感謝を込めて。サンキュー。
明けましておめでとう。お前ら今年もよろしくな。一番乗り、ハッピーニューイヤー。新年を迎えたガールたちにレイちゃんからお年玉をあげちゃう。お前らそれでいいのか。もっと欲張りになったっていいんだぜ。そうそう、それに俺たちもみんなの新年初スマイルをもらえて最高な一年が始まったって感じ。音楽で一つになれた余韻がまだ体中に響いています。今年も素敵なことが起きそうな予感がします。この場にいられるだけで幸せだけど、もっとハッピーなことが待ってる。ここにいるみんながそう思わせてくれるね。まだ始まったばかりですよ。しかし私たちも、そして皆さんもきっと同じ気持ちですよね。皆さんが一生懸命答えてくれて胸がいっぱいになっちゃいました。みんな一緒にぎゅーっ。篠宮、気持ちはわかるが少し力を加減してくれないか。クルスと相島が潰れそうだ。新年から騒がしいというか話題が散らかってるね。みんなは喜んでくれてるのかな。お嬢様方はお優しいですからね。それに新年だからといってそうそう関係性が変わるわけでもないでしょう。新しいものを見せていきたいって気持ちは常にあるけど、変わらないところも楽しんでもらえたら最高に嬉しいよね。だな。これからもファンのみんなにいろんな姿を届けられるように全力で歌い続けようぜ。そろそろラストの曲が近づいてきたみたい。そんなに悲しい顔をしないで。まだここにいるからね。この瞬間は何度経験しても慣れません。まだここにいたい。わがままですが、そう考えてしまいます。ええ。でも、また次のために努力すればいい。そう思えば、離れている時間も苦ではありません。直接会える時間は長くないかもしれない。だけど皆さんとの時間はキラキラしていて楽しくて、また会える日まで諦めずに頑張ろうって思います。俺たちは音楽でつながってるからな。切ろうったってすぐには切れねえし、求められる限りは答えてやる。寂しくないってわけにはいかないけど、みんなのことを信じてるからね。我々がいつまでも惜しんでいてはお嬢様も困ってしまいます。フィナーレに参りましょう。次が本当に本当に最後の曲。絶対また会おうね。みんな大好きだよ。これは別れではない、始まりの歌だ。全てのものの新年の幸福を願って11人で思いを紡ごう。聞いて。雪月か。